暇だよ暇だよ暇だよ、うん、暇だ暇だ、あ、何すんのさ。ごめんごめん、なんか暇ではしゃいでるおかんが気持ち悪くて、赤坂に気持ち悪いって言われた、悲しいよ、次は頭を踏んづけてあげるからもう一回寝転がっておかん。あー、オッケーオッケー、誰が頭を踏んづけるじゃん。あ、おかん今寝たらいいことが起きるらしいよ。え、何よ何よ、ちょっと寝るわね、うんうんうん、ガー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 、おらー聞いたー。てか、お前最近新しい曲導入したんだって、これそうなのよ、これいいでしょ、赤坂、火事にならないかな。あ、いたたたたたた、あ、てか赤坂、なにき、なんやねん、今日節分じゃ。あ、ほんとだ、今日節分だわよ赤坂くん。お、ほんとだ、確かに画面の目の前にもう鬼おるわ。まだおらんわ、ちょっと待っててな赤坂くん。え、どんぐらい待てばいい。うん、1分待ってて。いいよ。え、もう上行っていいってこと。うわー、鬼だぞ、キワイキワイキワイ、気持ち悪い、マジで気持ち悪い、誰誰この気持ち悪いクソみてえな、俺クソパパクソ、お前は外、お前は外、お前は外、外に行け、外に外に、ほら赤坂は外、鬼は内、赤坂は外。ちょっと待って、鬼は内って何、鬼は外じゃなくて鬼は内なの。いやいや、鬼が外に行くわけないでしょ、鬼は中にいないとね、赤坂が外に行くのよ、ほら。いやいやいや、お前そんな豆とは買ってたのちゃんと。そうだよ、ちゃんと買ってたんだよ、ほらほら、どっか行きなさいよ、ほら。そういえば俺もちょうど買ってたんだった豆。ああ、俺投げていい、ちょっとお前に。ああ、なんで投げるんだよ、痛い、俺これさマスごと投げてないか。うわ最低だ、うわ、お前もだろうが、お前ももう一回投げてみろ、ほらマスごと投げてるじゃねえか、お前も気にするな、痛えわ、豆だけ投げろ、この容器ごと投げるんじゃねえ。やっぱ鬼が豆投げるんだから、お前は投げてくんじゃねえぞ豆を。ああ、ごめんなさい、本当にすいません、じゃあこれもあげます、あなたに。ああ、どうもどうも。ああ、鬼が絶対なんだからな、節分という行事はな。おうおう、まあ鬼鬼言ってるけど、お前いつも鬼だろ。誰がいつも鬼じゃー、俺いつもと切れ方だって変わんないじゃん、いつも鬼ってことでしょ。いやいやいや違うが、だ、誰が鬼だ、まあ、分かった分かった分かった、説明楽しいんだろ、もう十分、うん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 、楽しいな、もっと続けよう。いやいや、もういいだろ、飽きてくる、そろそろ。ああ、ほんと、オッケーオッケー、じゃあどっか行っとけ。ああ、じゃあもう説明やめてよ。はい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 、あ、そうだ、ちょっと風呂入ろう。ああ、お風呂行ってらっしゃい赤坂くん。お湯溜めてなかった、お湯溜めてなかったから、おら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 、どっか行けお前、どっか行くんじゃ、どっか、おら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 、入ってない入ってくんだ、このクソ、いてよね、いてて、いてて、てててて、何すんの、ドスケベ鬼が、な、何するのさ、シャワー浴びるから今入ってくんなよ。あー気持ちいいな、シャワーが、シャワー気持ちいいな、本当に最高なんだよ、ね、赤坂は外、赤坂は外、外に行け、風呂に入ってないで外に行きなさーい。あれ、あぶねえ、切れかけた、外、赤坂は外、赤坂は外、赤坂は外、しつこい、ほんとにもういいや、説明は飽きてくれ。まあ、ちょっと一回トイレするから、俺は、ちょっと待って、はい、はい、絶対待って、絶対入ってこないので、頑張ったからな、よし、これでも絶対入ってこないやつ、思う存分トイレが楽しめる。気持ちいいな、ブリブリタイムだよこれは、ブリ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 、赤坂は外、赤坂は外、赤坂は外に行け、トイレなんてしてないで、外行って何すんのさ。よいしょ、こっちのセリフだわ、何すんのさは、鬼が絶対の行事なんだからね、節分っていうのはね。いや、こいつ節分になって鬼になって浮かれすぎてめちゃくちゃ腹立つんやけど、こうなったら俺も鬼になって仕返しするしかないね。風呂やトイレに入ってる最中に豆まきされたら嫌な人はチャンネル登録と高評価お願いします。さあ、ということで鬼になりました。めちゃくちゃかっこよくない、かっこいいっていうか怖くない、どう。わざわざね、こういう衣装になってきたんで、これで王冠に仕返しをしていこうと思います。やることないなぁ、やること、あ、うわぁ、
鬼だー。あー、あ、鬼は、そうだそうだ、鬼に豆を投げるんだったね。ほら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 、あれ、そんなもん聞かねえよ。あ、もう少しかな。おらららららら、あれ、てめえ、まっすこと投げやがって、この野郎。痛いでしょう。痛くねえよ。あれ、私の方が似合ってるわね、あなたの鬼よりね。私の方がお似合いじゃないの。いやいや、俺はちゃんと服の色も赤になってさ、節分仕様だけど、お前服ピンク色で節分仕様に慣れてないじゃん、まあ。あ、いや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 、そんな赤坂君、私の方が似合ってるんだからね、あんまり ひどいこと言わない方がいいんじゃないかしら。じゃないと豆を投げちゃうわよ。ほら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 、そういえば鬼岡、やっぱり節分といえばこれでしょ、恵方巻き。あら、恵方巻き美味しそうじゃないの。え、おかん食べる？食べる食べる。あ、これくれるの、赤坂君。節分って知ってた？実は恵方巻きって噛んで食べちゃダメなんだって。え、それ喋んないで食べるとかじゃなくて？違う、もうすっさ噛んじゃダメ。いや、これをね、一気飲みしないといけないの。死んじゃうわよ。いやいや、でもこれやんないとダメらしい、死ぬらしい。頑張らないとね、じゃあ節分で頑張らないと。どっち向きだ、今回は。俺向きらしい。オーケー、こっちね、はいはいはい、こっち向きながら。ほら、ご飯が美味しく感じるでしょ、俺の顔見ながら食べたら。まずく感じるわ。よし、じゃあ、噛まずにね、食べていくわよ。いやいや、ほら、噛まずにね。あ、お、お、あれは、どうしたの？苦しい、まずい、お母が死んじゃう。待って、急いで人工呼吸しないと。あ、頑張れ。うわぁ、死にたく言ったじゃないの。いや、よかったね。よくないよ。え、嬉しくないの？嬉しいわけないでしょ、何をおっしゃいますか。だってお前この前方巻きで死にたいって言ってたじゃん。いつ言ったんだこと。いや、夢の中言ってたよ、寝ながら。うん、くぅ、恵方巻きで死にたい、くぅって言って寝てたよ。ヤバすぎるでしょそれ。だからヤバすぎるんだよ。お前の頭やらなんやら、口の臭さやら言い過ぎなのよ。お前ひどいな、チェーンソー使いやがって。もう許さないわ、笠原くん。いくら鬼だからってやっていいこととやっちゃダメなことがあるだろうが。ないわよ、鬼には何してもいいのよ。俺も鬼だから何してもいいの。わかった、じゃあ これ普通になるから。私急に普通になった。鬼には何してもいいのよ。えぇ、ー、あーまだまだまだ、おー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 、待ちなさいよ、お兄ちゃん。ほらほら、待ちじゃよ、お兄ちゃん。ほらほらほら、ちょっとこいつやばい、ほんとに。ほらほらほら、待たんかい待たんかい、ほらほら。なに、うふふ、ダメじゃねえぞ、てめえこの野郎。いって、やっぱ豆以外も投げないとね、こいつ反省しなさそうだから。よいしょ、えい、うほー。もう許さない、お前のこと俺は。ほうほうほう、ん、おや、あ、うわぁ、バカ野郎。いやぁ、俺だから何でもしていいと思いやがって、この野郎。あぁ、化け物が襲いかかってきてる。いや、化け物はお前だろうが、顔的にも。誰が化け物、ひどいんじゃないかしら。おい、お前反省しやがれ、この野郎。いや、嫌だ嫌だ。いったた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 、残念でした。化け物ね、どっか行け。化け物、わぁ、痛い、お、待て、おかん、おかん、どっちがプレイ長くて、僕らが勝負しようぜ、今から。あー、私勝つわ、行くわよ。じゃあ、目隠しして行くよ、せーの、はい、よし、いや、苦しいな、これ。おかん、大丈夫、耐えてる？耐えてる、やばい、俺死にそうだ、もうすぐで。いる、上がってきてよ、おかん、上がって、ちょっと、殺すな、何回もこの本間もんの鬼が逮捕されろ。いや、鬼だからそんな法律とかねえよ。あー、おい鬼、はい、何ですか。
もう殺さないでちょうだいね。もうやりすぎなのよ、殺すはさすがに。いや、まあそう言われても鬼だしな、殺すのが仕事みたいなとこあるしな。もうやめなさいよ、本当に。ったく、もう私は洗濯物干してくるから、どこもうやんないようにね。分かったよ、殺してあげる。ってことで、このスナイパーでね、おかんのことを撃ち抜いてあげようかな、こっそり。なんか完全に油断してるね、こいつ鼻歌歌って。じゃあ俺がおかん名前呼んで振り返った瞬間に撃ってあげよう。おかーん。あ、何よ。おい、この悪魔。あんた鬼越えた悪魔じゃないの、もう。いやいやいや、まあ鬼なんで。地獄落ちろ。いや、まあ鬼なんで。 Go to the hell。 いや、まあ鬼なんで。いてぇ。いや、まあ鬼なんで。鬼なんでじゃない、鬼だからって何でもしていいわけじゃないんだからね。いや、まあ鬼なんで。あー、ちょっとやめてー。私はそんな子にあなたを育てた思いはないません。やっぱ鬼が子供を育てると鬼ができるんだな。だ、誰が鬼じゃ、私は鬼じゃない。おかん。あ、何よ。いや、俺親知らずできちゃって歯が痛いんだよね、今。知らんがな。だから、あ、散歩してきて。関係なくない。どこでもいいの。あ、どこでもいいよ、普通に。もう海外旅行してきてもいいし、今から。本当に。じゃあちょっと今から、アメリカに行ってくるわ。よいしょ、まあ、それから南極で凍え死ぬのもよし。誰凍え死ぬじゃ、一発ぶん投げとくよ、おらー。それから砂漠で遭難するのもよし。あー、もう一回ぶん投げとく、よいしょ。それから普通になんかシンプルに。だから、マスごと投げるなって。おお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 おって言っても、さすがにね、この家を本当に爆発させたら俺住む家なくなっちゃうので、こちらの家の右側にですね、こちら僕のコピーした偽物の家をご用意いたしました。はい、粉々になってますね。これをおかんに見せて、家壊しちゃったんだよねって言ったら、多分信じて普通にブチ切れると思うんで。で、ここにテレポートさせていきましょう、おかんのこと。よっしゃ、行きまーす。せーな、よいしょ。おかん。あ、ごめん、急にテレポートさせちゃって。なに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 、急に。じゃあ今からちょっと俺どくからね。はい、なに、なんかプレゼント。レレレプ。いやー、はい、これ分かる。何か、あれ、これ家、私たちの。そう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 、はい、壊した。ほら、現実かしら、赤坂君。ああ、じゃあ現実か、現実か試すために、一回この滝の中突っ込んでみる。痛いか痛くないか。ああ、そうね、さすがにね、まさか現実の。痛い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 。ってことは、もう節分